はい、皆さんお元気ですか。今日はね、僕の持ってるタミヤのアバンティ、これのボディを改造して別の車にしたいと思います。今日はね、ラジコンのボディをペットボトルで作ってみたいと思います。まず用意するのは4リットルのペットボトル、これは焼酎の4リットルサイズのペットボトルですね。このサイズが一番、10分の1にはねちょうどいいんですよ。そして、これ100均で買った網網のカゴね、今こんな悲惨な姿になってますけど、カゴ、まあ、これもそうですね、切った後ですね。こういうね余った材料を使っていきたいと思います。はい、針金ね、これもね100均とかで売ってる針金。もう一つ、これはね結束バンド、ちっちゃいやつやけども本当に結束バンドで一番使います。はい、もう一つ針金はね、これね、あの曲がりにくい硬い針金、バネみたいなやつね。それからこれはね小銭入れ、100均で買った小銭入れです。でこれはクローラーのタイヤ4つですね。あと懐中電灯、これでライト作ろうかなと思ってます。それから安く上げるために番線、これは適当に加工しやすく、柔らかいので加工しやすいんですけど、まあ、これ使いたいと思います。あとねブリキですね、ブリキ、これも加工しやすいので使います。あと塗料なんですけど、まず黒、僕の場合は観賞用なんで剥がれてもいいから普通の塗料です。茶色、黒と茶色、そして最後にこれなんていうのかな、砂漠色って言ったらいいのかな、砂漠色、砂の色ですね。それよりもちょっと黄色いのかな、こんな感じです。